芝浦工業大学の中村仁と申します。システム理工学部環境システム学科で教授をしております。専門分野は都市、地域計画、コミュニティデザインです。研究室の名称は防災空間計画研究室と言います。多様性とレジリエンスに富んだ都市、地域を計画デザインするという大きな目標のもと、災害に対する安全性が高く、魅力と活力にあふれた都市や地域を実現するための空間計画、環境デザイン、社会的な仕組みなどを多面的に研究し、実践に生かすことを目指しています。防災性の向上だけを目標とするのではなく、多様性とレジリエンス、つまり適応する力、変化する力に富んだ生き生きとした都市、地域、町をどのように育んでいくかという視点を重視して活動しています。研究室の所在地は、さいたま市見沼区にある大宮キャンパスです。最寄り駅は JR の東大宮駅です。上尾市との関わりとして、芝浦工業大学サテライトラボ上尾での活動があります。これは、原市団地の空き店舗を活用して、2014年1月に開設した学外の大学研究施設です。上尾市、UR 都市機構、地域住民、企業、社会福祉協議会、地域包括支援センター、各種の市民活動団体など、多様な組織と連携して、地域の課題解決に向けた実証実験を執行するとともに、原市団地及び周辺地域住民のコミュニティ活動の場として取り組んでいます。芝浦工業大学の佐久山教授が中心となって進めていますが、中村の研究室も防災活動などの面で参加しています。中村の埼玉県全体との関わりとしては、埼玉県における復興事前準備の取り組みがあります。埼玉県の震災復興グランドデザイン検討委員会の委員を務めたほか、県内で開催される復興まちづくりイメージトレーニングにアドバイザーとして毎年関わっています。